こんばんは、平井弘明です。今回また真面目なのやります。最 <laughs> 近の三本に一回ぐらい真面目なのやるんですけど、今回はですね、何第何だもう百段ぐらい行ってるんじゃないのかな。<laughs> 右手の使い方と手打ちの極みみたいなのをちょっとガッチャンコして取っていきたいと思います。平井弘明のワンダップゴルフやっぱりなんだかんだ言ってね、やっぱり右です。 平井お好きな方を選んでいただいていいんですけど平井はもう間違いなくやっぱり右手でした、うん、それがやっぱり大事だなと思ってきてやりたい衝動に駆られまして初心者シリーズの中でバックスイング上げる時にこう平がこうやって垂直になってくださいね地面と垂直になってくださいねって言ってるんですけどやっぱそれも重要ででその中でこうダウンスイングからの話って 初心者の方には難しかったんで動画内では言ってないんですけどダウンスイングトップを作ったらここから右手のひらがこうなるじゃないですかそしたら垂直になってたらここから肘を支点にして前にこう倒すんですね右手ってこういうふうにトップ作ってこうトップ作ってこう。 クラブ持ってやってみますねトップ作って回転しなかったらこう回転しますよこうこういう感じだから右脇って締まらないのよ。トル君ミスショットの中で一番多いのはなんだっけ ですよ、ね、そうスライスが多分圧倒的に多いと思うんだけどスライスしてる人って右側に水まくの球玉捕まえられる人って打ちたい方向に水をまける要はもうバケツよねこうやってアドレスしてこうやって取るじゃないずっとスイング中バケツってこぼしちゃダメなのこうやって取るじゃんこうやって取ってこっからスライスする人って後ろに水まくのこうやってこうやって。こうやって ちゃんと捕まえられる人向こうに水を撒くのこういうふうに肩回転してるじゃないねで右脇閉まんないじゃん向こうに巻こうとしたらそうやって打ったらボールって右に行かないのこうやってそうドライバーでも一緒でバケツを持ってるとイメージして左側に水をまく。 ししたらススライスってしない、ね、これがすごい大事でこれがちゃんとできてないこれ右側に水まいていいあってなるこうやってな,なるでしょうそうだからダウンスイングで右肘を締めちゃいけないちゃんと左脇をこうやって締めて右脇右脇をちゃんと開けてこのままこうやって下ろしてあげる。 こう,いう,風にこうそうするとクラブっていうのはインパクトゼロに戻りやすいそれをができてきたら例えばこの動きができてくるとするじゃないしたら,力んでも曲がらなないいショットが間違いなく打てますこうやって動くこうやって動くっていう動きだから進行方向に全部力を使ってるから向こうに使ってんだったら力んだら力んだ分向こうにいくじゃない そうでもこうやってやったらさ力入れてさ前に出るでしょだからいろんな方向に行くのよ力が逃げちゃうからだから力めないのそこができてないといや力んだら曲がるよって言っちゃうんだよねそうでもその動きがちゃんと右手の動きができてると力んでもちゃんとまっすぐ力んだ分前に飛ぶっていう動きになるそう前に力めればいい下にこうやってこう使っちゃダメこうこうやって。 ななるねなっちゃう本当に危ない <laughs> 本当にね笑い話じゃなくて本当に体壊しちゃう、うん、危ないからだからアドレスの時にこうやってやってんだったらいいけど普通のアドレスをしてるんだったらこのまま使いたいわけじゃないこうやってそうだからああいう使い方をしなかったらボールっていうのは素直に飛んでいかないんだよね。いいいろろ複雑なな動きを入れないこと がもう絶対条件だからそれをやってあげた方がいい絶対だから本当にトップを作ったらこっからこうこうやってつけるでもなくだってボールにさ一目散に行かなきゃいけないのにこんなことしてる時間ないじゃないそうだから <laughs> こうトップ作ったらこっからもうボールをつかみに行かなきゃいけないんだよねこうやってそうしたらボールっていうのは曲がらないのに、ねうん、こっからなんかこう途中に経由をするから。 うまくくクラブがが戻る時間なだからもうどうしても絶対遅れるからこうやってなるからボールヘッドをボールにこうやって向かわしてあげられれば絶対に遅れる回数っていうのは少なくなるんでね特にドライバーなんかあんなシャフトが長いのに寄り道してたら絶対に間に合わないからそうだからちゃんとボールにトップから直線的に体回転してるんだから。 体回転してるのにこっち先に戻さなかったら絶対戻んないからそうだからそれを右手を使って全力でボールに向かわしてあげることの動きっていうのを右手がやらなきゃいけないんでね、うん、それはやったほうがいいもちろんそれが左手リードの方は左手リードに詳しい方に聞いたほうがよくてそうでもレッスンに来たら完璧に言いますでも左手リードってさ最後はほら右手押すじゃん、うん 左手でクラブをこうやって巻き上げたりするんだよね巻き上げる人もいればその結局左って締めて伸ばしてこうやって使うことが多いからそれ以上はもういけないんだよねただこうやって上げるだけだからだから最後右になってくるこうやって、ね、そうダメダメ最後はもう絶対右そう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 うんうん そうそうそうこの辺まではだだ左だよね左の人はだからこうこういうふうに当たってこっからバンってこうやって伸びてくるっていうそ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 うだからまあ本当この辺ぐらいまでだよね,そうだねやるとしたらあっじゃあ登録うまく,いく当たんじゃないの当たる <laughs> 最後右に そ,うだそのだ今の徹君がいい例でちょっとした勘違いからあの同じことやってても成功する人と失敗する人が出てきたりする本当ちゃんとしたっていうかあの最後まで説明ををしていいる動画を見た方がいい左手リードですよって言ってる動画はじゃあ左手で振ればいいんだっつって徹君みたいにも,もしかしたら勘違いしちゃう方もいてもう全てここまで左手でやろうとして全然押せないとかなるから。 全部引いいてますみたいなそうだからちゃんと最後はは右が勝ち切るっていうこと、うん、は絶対やってあげた方がいいですねあとは後ろにやっぱりこうクラブを引かないことでねこうやってあげたりとか最後もこうやって左で引かないとか必ず体のなるべく前でやってあげてこうクラブをこうやって振ってあげないといけないからで体の肩のラインとクラブがこうイメージ T だよね T 字になっててそのまんま要はもうこういう状態だよね。 プラス本気で右手の,あの本気で右手で打ちたいんだったらイメージはこうね右脇からクラブが入っててこうやって打ってあげるイメージ、うん、こう手をねちょっとこうハンドレート気味にしてこうやって打ってあげるこう常にこうやって右がリードできる状態っていうのを イメージししててヘッドを前に出してあげたがいい右手でこうやって押して。の時に <laughs> ねまたこれもそうなんだけど例えばリストターンがダメとかフリップがダメとか言ってんだけどそんなのはいいですフリップしたってうまくいくしこうやってこういうフォロースルー取ってんだからそうあれであんだけいい球出るだから別にフリップしたっていいわ。 あのいいそう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 およおいおよほどとこいようよ、うん、フリップっていう言葉知らないでやってたからね俺は <laughs> いやそっちの方がうまくいくっつってやってただけだからあそうなそうでフリップっていう項目に当てはまっただけだからフリップで全力で打ってみていい この向きだからね。うん。めっちゃくちゃいい球だけどね。フリップ賛成派です。ト登録もやるよね。うんで結構いい球アプト登録。なんかアプローチが打ってるじゃない。だからあの、ね、あれでダメなんだったら、じゃああの球何ってなっちゃうんだよね。<laughs> そうだねいい球がそうそう,だ、ね、そう、いい球が何ってなっちゃうから、そういう風に迷った時にいい方法があるんです。 賛否言う方が打席の後ろから見てますで本当はここにモザイクががあった方がいいそうそしたらさその人スイング言えないじゃない今の球どうやって打ったのって言えるでしょ俺はその球が大事って言ってるじゃないって言ってるじゃないそこでつながる球見てないでスイング見てる人多いからそんなのどうでもいいのすけ <laughs> 本当にあじゃあボール見てあれしてんのレッスン教えてんの <laughs> 屈伸しちゃったよ <laughs> スイングなんかほとんど見てないから最初何球か自分のスイングで打ってもらうのよ、うん、だから別に最初からスイング意識しないでくださいねって俺必ず言うから、うん、いつもの感じで打ってくださいねでその打った球が自分の平井の意図反してる 飛び方をしてるんだったら次にスイングがじゃあ,あの球の原因は何って見るなるほどねいい球が出ててで、すげえいい球出てて本人はお客様はいい球出てるんだけどスイング気にしてる方がいるとするじゃない俺一切相手にしないからだからもう例えば2時間取ってたら10分でいいですよぐらいの感じだからだって意味ないから形を直すレッスンは平井はやらないからワンナップゴルフは うん、そう、あの気に入る気に入らないのレッスンはやらない。そう,ね、そう、球筋の気に入る気に入らないは百パー。やるから。見えないで、球だけ見て。うん。うん。そう,だね、そう、だって、絶対さ、その。プロじゃなかったら、うん、あの球どうやって打ったのって絶対言うよ。うん、その人、言うでしょ、うん、でもさ、スイング、じゃあ、モザイク版とって。うん、その方が。うん、打ってる人のスイングを見て、自分の気に入らない。だったら。あじゃあ、俺いいかもって言う人もいるかもしれないよ。 いやそこじゃないじゃない結果だから <laughs> そういやいっぱいいるよいっぱいいるだからスイングなんて例えばねもうこういうスイングしてたって超いい球出るんだったら絶対それ打った方がいいからあ、うん、体が見えちゃうから、うん、手打ちになっているよとか言っちゃうんだ、ね、そうだからな何二つのパーツになっちゃってるわけよ球筋とスイング要は両方好みにしたいわけよ。 でもここって絶対一緒じゃない。要はあの球を打ちたくてこのスイングになるわけだから。から一緒なのに別で考えちゃってる方がいる。例えば松山君の球を打ちたいのにスイングがりょう君がいいって言ってるのと一緒だから。絶対打てないから。そう、だから無理なことをがっちゃんこ合わせようとしてる方もいる。そうそしたらずーっと打てないから。だからそこねすごいこうもうちょっとこう柔軟に考えていただきたくて。だから間違いなく球筋よね。そう。 だもしかしたら玉筋下克上があるかもしれないんだよね <laughs> 教えてる人よりもそう,、ね、そうでもその教えてる教えられてる方がスイングよくなくてでも玉は教えてる人よりいい玉打ってる時あるからそうだよねそうでもスイングで、ね、得点はないからそう玉、ね、筋に得点は100点まであるからそう,だ,、ね、そうだから本当に玉筋下克上があるかもしれない玉筋下の動画になっっちゃったね いつもこうだね。ワンナップゴルフ。いいよね。うん。そう。いや俺ね、いつも、ね、話してて、トおる君が納得してくれてる。あのー、なんか仕草がしたときには、安心して喋ってられ。る <laughs> 誰で言ってんだって話で。<laughs> <laughs> そう,そう。何の動画だっけ。右手。あ、そうだ。<laughs> 右手の動画なんです、これ。<laughs> そう。だから、しっかり自分の使いたい方の腕を使って、ボールを押す。 でそのボールをちゃんと押すにはクラブが動いてなかったら押せないってことをまず最初に理解していただいた方がいいですね。そうで今現段階で初心者じゃない方がいい球を打ってるんだったらその球をずっと打ち続けることができる練習をした方がいいですその今から変える必要がないんでいい球を打ってるんだったらそうだからあまりこうスイングって変えない方がよくて自分がいいと思ったものをやった方がいいですね。うん、自分のフィーリングが大事です 気に入っていいたただけたらチャンンネル登録とグッドボタンの方をよろししくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので是非興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので是非ご入会よろしくお願いいたします